動画のご視聴ありがとうございます。旅する生き物男子バオシンです。この旅動画にぜひコメントと高評価、チャンネル登録お願いします。現在地、こちらに石碑があるんですけれども、東京駅です。そして現在の時刻午後4時15分ということで、多分このチャンネルで初めて出発地として東京駅利用するんじゃないかなと思います。今までゴールとして登場することが多かったので、実はかなり緊張しています。その理由は前回の動画、次の旅行シリーズを大発表見ていただきたいんですが、その動画でもお話ししましたように、今回初めて日本で唯一の寝台特急サンライズ出雲による鉄道旅行をします。まさかこの瞬間がこんなにも早く訪れるなんて、まあ夢にも思ってなかったんですけれども、とても人気の高いコンテンツなので、まあ果敢に挑戦してですね、もっと多くの方に僕旅する生き物男子バオシンをですね、知っていただくべく頑張りたいと思います。もちろんサンライズ出雲の乗車利用は初めてなんで、学んだことも多いですけれども、まだまだ不十分な部分があることも否定はしません。ですから説明不足等の部分ありましたら、コメント欄にて優しく教えていただければと思います。そんなわけで、この旅動画をぜひ最後まで楽しんでご覧ください。ではね、早速駅構内に向かいましょう。とはいえ、さすがに早く来すぎたので、サンライズ出雲が到着するまでの間、東京駅地下1階の待合室で4時間ほど待つことにしました。湘南が止まってますね。今僕はサンライズ出雲がやってくる9番ホームに今スタックされるお客さんといらっしゃるので、ご迷惑になってるかもしれないですけど、本当すいません。で、前回の動画でも使ったガイド図を参考に、またしばらく僕の話にお付き合いください。今回の鉄道旅、東京駅を出発しまして、東海道線沿線上に進路を取りつつ、一路岡山を目指します。翌朝岡山でサンライズ瀬戸との切り離し作業がありまして、その後僕は特急やくもに乗って最終目的地の米子駅に向かいます。僕の勘違いもあったんですが、ガイド図と入れ替え今2つの特急券出しているんですが、実は2200円の自由席の特急券なんですけども、あれは本当に特急やくもの特急券でして、つまり今回僕は岡山でサンライズ出雲から降りなきゃいけないということが判明しました。これについては盲点というか勉強不足でした。いい経験にもなったかなって気はします。あとオープニングでも申し上げましたけども、サンライズ出雲に関するたくさんの動画がもうすでに出回ってるわけなんですけども、すでに出回っているそれらの動画と僕の今回の旅行の大きな違いというのは、やっぱり里帰りっていう強烈なパーツワードに集約されているような気はしてます。厳密にはこのサンライズ出雲観光列車ではないと思うんですけれども、せっかくなので再生リストの観光列車で楽しむ旅行の一員に加えたいと思ってますんで、ぜひ概要欄の再生リスト一覧をチェックしてみてください。まだ1時間以上入線までに時間あるんですけども、早めに場所取りしてた方が乗車の時に楽だっていう話なんで、ここで待機しておきたいと思います。あと1時間後にサンライズ出雲到着です。ここで合っていると思うんです。11号車乗り場。11号車乗り場の方から10号車を目指していくと、シャワーカードの自販機があるので、ここを目指したいなと思ってます。今日平日なのでそんなに心配しなくていいと思うんですけども、争奪戦に備えて早めに場所取りをしたいなと思ってます。ちなみになんですけども、シャワーカードの代金330円をここのポチ袋の中にスタンバイできてます。あとはこれを券売機に投入するだけですね。ついに寝台特急サンライズ出雲が電光掲示板に表示されました。嬉しい。ちょっと興奮してますよ僕も。入線するのは毎回午後9時25分頃だそうです。そして午後9時25分、サンライズ出雲の定刻通り東京駅に現れました。この旅行での主な必要経費はこのようになっています。ホームに現れた14両編成のサンライズ出雲を見るや、あたりには黒山の人だかりが。そりゃあまあ、めったに乗ることができない列車ですから、興奮せずにはいられないですよね。お待たせいたしました。ドアが開けば、それは1枚330円のシャワーカードを見る仁義なき戦いの始まりです。幸い、日の一番で車内に飛び込んだ僕は、幸先にロケットスタートを切りました。もう後ろ使えてるんで急ぎます。あ、出た、これだ、ゲットしました。で、10号車こっちだ。10号車のシャワーカードをゲットしました。イエイ。今車掌さんが車内回ってるんで、もう一回ここに寝台券と乗車券出しておきます。予習で見たんですけどね、まさかこんなに狭いと思わなかった。この列車は寝台特急サンライズ瀬戸号高松行き、サンライズ出雲号出雲行きです。
止まります駅は横浜、熱海、沼津、富士、静岡、浜松、姫路、岡山です。岡山で切り離しを行います。三大瀬戸号は岡山を出ますと小島、坂出、終点、高松に止まります。三大瀬戸号は岡山を出ますと倉敷、備中高橋、新見、米子、安来、松江、新地、終点、出雲市に止まります。いいです、いいです。これで場所合ってますか？不慣れなもので。はい、ここで大丈夫です。あ、よかった。はい、どうも。はい。無事に切符の確認も終わりました。これでね、とりあえず岡山まで向かいます。そしたら、DC の予想ってかなり狭いんですけど、部屋の中どんな風になってるのか見ていきたいと思います。そしたら今回利用させていただくお部屋見ていこうと思うんです。まず暗証番号の設定が必要みたいですね。ここに暗証番号の設定の仕方書いてあります。ドア開けてみましょう。やっぱね、狭いです。噂に聞いてたけどかなり狭いです。で、スイッチ類があります。スイッチ類がありまして、これ多分 FM かな、 FM をラジオが見るみたいですね。ここに常夜灯ってあるんですけど、常夜灯をちょっと暗くなります。次が案内灯なんですが、これを押すと部屋の中がだいぶ暗くなりますね。で、これ入り口灯って書いてありますね。入り口灯を押すと、入り口灯はこっちかな、入り口灯を押すと、まあ、こんな感じで消えます。このつまみは、あ、これはヒーターですね。今暑いのであんまり関係ない。で、ここに目覚まし時計、時計がついてます。ちなみにあと5分出発です。ハンガーがありますね。でもこれだとちょっと僕には使いづらいな。隣に見ますと、ここにエアコンが、通風口がついてます。それからここにコンセントが一つだけあります。この一個だけなので、あ、でも複数繋がってるやつがあればだいぶ便利ですね。いや、持ってきてよかった。一応あるので、よかったよかった。ちょっと僕の荷物見えちゃってるんですけど、ここに紙コップ、多分コップだな。コップがあります。使い捨てのコップです。そしてこちらには掛け布団と枕、さらにサンライズ出雲を語る上で忘れてはならない、人呼んで囚人服との不名誉な名で呼ばれるこの室内着です。今回ようやく実物を見ることができました。一時が万事どうなるかと思いましたけどね。はい、もうすぐ21時50分になります。お、出発、動き出した、行ってきます。あ、そうだ、これでね、目隠しできますよ。これがカーテンです。東京駅出発です。もしかしたらこのベッドがテーブルにできるのかもしれないんですけど、わからないので、わかる方コメント欄へお願いします。すみません。そしたらちょっと買うのが早すぎてだいぶぬるくなっちゃったんですけど、僕が毎日飲んでるビールっていうか第3のビール、それからもう一つがこれも僕のね好きなチューハイなんですけど、両方ともプライベートブランドで100円しないんですよ。もうこれ宣伝になっちゃってる気はするんですけどね。なんとか無事一つ難関をクリアしたんで、早速開けていきましょう。はい、いきますよ。ビール来た来た来た、お、開いた。では皆さんお疲れ様です。あー、うまい。と同時にちょっとホッとしました。じゃあね、去りゆく駅を見ながら一杯飲むということで。もうすぐ横浜ダスコです。あっという間ですよね。東海道線の熱海行きなとか見てると結構時間かかるんですけどね。外見るとまあまあいるな、いますね。東海道線の電車待ちの人々がまだまだいますね。あ、今東海道線来ました。横浜駅も出発です。
横浜を出発して当然ながらもう真っ暗なので、今のうちにいろいろと、まあ今回も今この旅行映像を撮っているメインカメラ、タブカメラ、このソニー製の HDR-CX680 を2台フル活用しましてやっていきたいなと思ってます。落ち着いてきた頃合いで他のお客さんたちが寝静まった頃合いを見て、シャワールームの使い方を解説していきたいなと思ってます。横浜から熱海まで結構時間かかると思ってますんで、その間にいろいろとお見せできるものをお見せしていきたいなと思ってます。いい映像頑張って撮っていきたいと思います。そしたらもう一個ね、開けていきましょう。はい、開けますよ。開けられるかな。これをね、見せながら開けるのが、あー、ほらほら、一回抜かないとダメ。開けます。お、いい音、頼みます。お疲れ様です。11時になりまして、車内放送が終了してしまいました。次の車内放送、翌朝の岡山に到着するまでないっていうことだったんで、その間にですね、せっかくこれ買ったんで、シャワールームの説明と、それからミニラウンジがこの10号車になるんで、こちらをご紹介させていただければなと思います。で、先にお断りしておきます。買っといてそれやるのって言われそうなんですけど、シャワールームに関しては今回は使いません。どちらかというと、この動画を見た皆さんが今後サンライズイズムを使う時に、ああなるほどなって思っていただけるように、その方向性で進めていきますので、どうかその点だけご了承ください。ね、早速いろいろ見てもらいたいなと思います。あんまり10号車使ってる人いないっぽいんですよね。盗難防止のためにまず鍵をしなきゃいけないんで、もう一回やります。通常だとここまでしか行かないんです。ここドアをしっかり閉めて、ここで任意の暗証番号を設定します。今回は3498としましょうか。で、これでシャープを押すわけです。はい、これでもう鍵かかってます。じゃあこっち行きましょう。お手洗いがこういう風になっています。狭いんですけど、東海道線などでも使われているようなタイプのトイレが備え付けてありますね。シャワールーム、ここに一応書いてあるんですけど、あ、目面逆ですね。これが10号車のミニラウンジです。シャワールームへ行く途中にありました。サンライズイズも車内販売はしてないんですけども、シャワー室の向かい側は自動販売機置いてあります。飲料の自販機の隣にはゴミ箱があり、壁一枚を隔てた場所にシャワーカードの自販機があります。やっぱりサンライズイズモのシャワーカード人気ですね。もう売り切れてしまってるみたいです。二の一番で買っといてよかった。使わないくせに、本当使わないのに買っちゃって本当すいません。ちょっとお詫びします。券売機とシャワールームはすごく近いところにあるんです。行きましょう。ここがシャワールームの脱衣所なんですけど、こんなに広くはないですね。本当に人が一人脱ぎ着できるかぐらいのスペースしかありません。で、物の配置なんですけども、シャワーカードを挿すところがここにあって、まあ使わないんですけど、ここにカードを挿してシャワーが使えるみたいですね。上に行くとドライヤーがあります。左に行って、ここにいくつかボタンがあるんですが、これが非常用連絡ブザーになってて、隣にシャワールーム使い終わった時に使う洗浄ボタンあります。シャワールームを使い終わったら、ぜひ青いボタンを押すようにしていただけたらなと思います。こちらに行きますと、これがくず入れですね。ゴミ箱があって、この下に衣服を入れるカゴがあります。では実際にシャワールーム開けてみます。これがシャワールーム。中はこんな感じになってまして、ここにシャンプーのボディーソープがついてますし、シャワーヘッドはこんな感じで結構大きいですよ。あとは大事なことなんですけども、シャワールームの使用時間には制限があります。スタートボタンとストップボタンがあるんですが、このスタートボタンを押すと、このデジタルタイマーが6分の表示になります。カウントダウンが始まって6分間は使い切れるんですけれども、意外と6分って短いので、テキパキやらないとあっという間に時間になってしまうんじゃないかなと思います。シャワールームの紹介は以上になります。よし、どうやら熱海駅に着いたみたいです。結構早く着いちゃったな。
熱海駅を出発しました。熱海駅出発です。静岡県内で何駅かまた泊まるみたいですね。富士市出発しました。次多分浜松駅ですね。浜松の次が確か姫路だったと思います。これまではどこにも立ち寄らないです。一眠りしている間に大阪駅に到着です。現在の時刻が4時30分。岡山到着までおよそ2時間ほどですね。大阪駅で出発して随分時間も経ちまして、かなり明るくなってきました。岡山までおそらくあと2駅、姫路岡山の順に停車すると思いますから、おそらく2時間ないと思うんですけれども、ここから先はすぐ近くラウンジで岡山到着までゆったり過ごしたいなと思います。岡山駅に着くまでの時間を使って日頃の慌ただしさも忘れて、僕はしばらく外の景色を眺めていました。向かいの窓には日の出前の綺麗な海が見えました。7号車の方に移動します。今回利用させていただいた部屋に忘れ物がないか確認して、忘れ物はないと確認しました。9号車立派ですね。洗面台も超立派。あの時は18キックで1日がかりだったので懐かしいです。岡山駅着きました。一大イベント、切り離し作業見られるかな。思いっきり間違えてました。あ、殺到してる。完全に出遅れた。とんちんかんなことをしたせいで、僕がたどり着いた時切り離し作業はすでに始まっていました。Thank you.
今サンライズ瀬戸号が高松に向かって出発しました。全てを網羅できませんでしたが、なんとか行きつなしの一部だけでも見ることができたかなと思っています。津山線の電車ですね。去年の電車大変お世話になって、それでは次に乗る特急やくもの時間を確認がてら一度改札を出まして朝ごはんを買ってこようかなと思います。東京駅出発した時に聞いたところでは確か特急やくもの出発する時刻が7時5分ぐらいだったはずなので、どうやらまだ来てないみたいですし、朝ごはんを買ってくるぐらいの時間はまだあるんじゃないかなと思います。岡山駅っちの通路は多分初めてなんだよな。首線って書いてあるから多分こっちかな、ということなので2番乗り場に後ほど向かいたいと思います。さあ一回改札を出ましょう。確かに次の特急やくもの出発時刻は午前7時5分で停滞です。ところがなんかあの切符だと改札出られませんよみたいな話になってたんですけども、もう一度きちっと話をしたら問題ありませんよということだったんで、とりあえず一安心です。複雑な経路を使っちゃったんで、もう一度今回の旅行の概略ご確認ください。ゴールと戻りのルートが違うので、それでこういうことになっちゃったかなって気がします。特急やくもなんですが、こちら側から来るんですけれども、朝の忙しい時間帯なので特殊な入線方法を取るかもしれないという待機中の運転手さんのお話でした。だからどういう風にやってくるのか、僕もね特急やくもも初めて乗るのでサンライズいつもと同じように勝手がわからないんですけども、残り米子までの2時間の旅楽しんでいきたいと思います。特急やくもが現れました。今出発した運転手さんがおっしゃってたとおり車庫から出てきたみたいですね。今回取った特急券が自由席専用なので、自由席の場合は4号車。その4号車ですが、ちょうど目の前にありました。ですから、早速特急やくもに乗り込みます。特急やくもの自由席乗り込みました。ちょっとほっとしてます。特急やくも岡山駅を出発です。米子駅には2時間後の9時15分頃に到着予定だそうです。山駅の構内でいろいろとおにぎりとか買ってきたんで食べて簡単に朝食としたいと思います。車窓の景色はいくらか都会らしい岡山駅周辺から地方ならではの原風景に切り替わり、長時間の移動で疲れが出てしまったのか恥ずかしながらうとうとと畳寝をしていました。入ってたみたいです。多分あと40分ほどで米子駅に到着します。庄山駅を出まして、次はいよいよこの鉄道旅行の最終目的地の米子駅になります。米子ってあまり聞いたことがない方に簡単に言いますと、米子市は鳥取県の中で商人の町、商業の町なんて言われたりもします。あと30分で
その米子駅に到着です。さっき見えたのが駅に立ち上がる鬼の伝説を模した構造ですね。去年一度の新パパが頑張って通ろうとして50点くらいかななんて言ってたあの構造です。よかったら車載動画出してますので多分そこに映ってますので見てください。米子駅到着しました。東京駅を出発してからほぼ12時間長い長い鉄道旅行でしたけど、ようやく我がふるさとへ帰ってきました。我がふるさと鳥取県です。これが我がふるさと鳥取県に帰ってきました。この直後、米子駅構内から改札を抜けて駅舎を出るまでのわずかな時間に、この旅行の根幹を揺るがす衝撃の事実が明らかになりました。ということで、ようやく米子市に着きました。サンライズ出雲に乗って東京駅を出発してから12時間、長いような短いようなあっという間の鉄道旅行でした。それで一つ補足させていただきたいんですけれども、米子駅に到着した時に僕が持っている切符に誤りがあるということだったので、いろいろ調べてもらったところ、どうやら僕が東京のとある駅で購入した特急やくもの自由席特急券、あれどうも必要なかったみたいで、あのままサンライズ出雲で米子まで来たらしいんですよ。でどういうことでああなってしまったのかも今となっては何とも言えないんですけれども、とにもかくにもこれはおかしいというふうに米子駅の駅員の方がおっしゃってくださいまして、特急やくもの2200円分の返金という形でご対応してくださいました。僕も勉強不足なところがあったんでそれでもいいかなと思ってしまったんですが、本当に誠意ある対応をしていただいて感謝しています。こんなこんなでいろいろありましたけれども、今回の旅行動画楽しんでいただけたでしょうか。ぜひコメント高評価チャンネル登録をお願いします。次の動画ではエピソード0の方で申し上げた2つ目の旅、実質的元祖牛骨ラーメンのお店増美さんを訪ねたいと思います。どうぞお楽しみに。最後まで見ていただいてありがとうございました。次は